キッカーの尾崎はどこを狙ってくるか。決まった。先制点はホームの沼津。 PK を尾崎栄一郎しっかり決めました。今シーズンの初得点。ゲームが動きました。ゴールです。左を狙っていきました。相模原のキーパー田中も反応はしていたんですが、